次に福重貴博君、はい、おはようございます公明党の福重貴博です質問時間が15分と限られておりますので早速質問に入らせていただきますあのただいまの石原委員さんの質疑と問題意識が重複する点もありますが大事な視点だと思いますので私からも質問をさせていただきたいと思いますので答弁に当たりまして何卒よろしくお願い申し上げます 現行法によるですね匿名確保医療情報の作成、提供に加え、今回、新たな加盟確保医療情報を作成し、利用に供する仕組みを創設するものであると理解をしております。え具体的な詳しい質問は後ほどさせていただきますが、高市大臣の趣旨説明の冒頭。 健康医療に関する先端的研究開発および新産業創出をさらに促進し、とのご説明がございました。この先端的研究開発は、社会へどのような還元があり、国民がどのような恩恵を受けることができるのでしょうか、また、新産業創出の創出とはどのような産業をイメージされておられるのでしょうか、ご見解をお伺いいたします。高市大臣 新たに加盟加工医療情報を活用できることになりますので、これで日々の診察時に作成されるカルテに記載される情報を、薬事承認審査に活用できるようになりましたら、承認審査に必要なデータを製薬会社が迅速かつ効率的に収集することができます。新薬開発や既存薬の新たな効能への適用拡大の迅速化が期待できると考えています。でさらに研究開発 の利活用に頼る匿名確保が難しい。 えー、CT 検査などの画像情報につきましても、加盟加工医療情報としてであれば、提供が可能になりますから、まあ、例えば AI を活用した画像診断支援サービスへの,の,この開発への貢献というのは期待されます。でまた、改正法によりまして、NDB の,の,にあの中に集載されている情報との、まあ、匿名での、えー、連結解析も可能とすることといたしております。 でこのことによって、えー、次世代医療基盤法に基づいて、旧正規病院などから収集された、えー、電子カルテの詳細な情報と、NDB から得られる旧正規病院への入院前後の、えー、診療所などにおける診療行為の内容を紐づけて、えー、解,説あの解析できるということになりますから、入院前や退院後、 の経過なども含めた医療研究が可能となるということでこれでまた研究の幅が広がると考えておりますで、このように研究開発が活発化することで新たな医療品や医療機器また健康管理のためのプログラム診断支援サービスの開発など委員がおっしゃる医療の発展に寄与する産業の発展につながると考えております委員長、福祉君。 ご説明ありがとうございました。まあ、新たな医療品がです、ね、作成されてです、ね、日本のこの成長産業をです、ね、後押しするような、そういうような取り組みになっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げますあの。次の質問に入ります。医療情報を有効活用することで、医学の発展に寄与することが可能であり、一定の公共性があると考えております。一方、医療情報は機微性の高い情報であります。現行法でも個人情報保護法の特例とされております。 加盟化された医療情報であっても、利活用を考えていく上では、国民の理解と納得が前提であるということは言うまでもありません。この法律の第五条には、国は広報活動、啓発活動、その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する国民の理解を深めるよう、必要な措置を講ずるものとすると明記されております。 政府として、これまでどのような具体的な措置を講じてこられたのでしょうか、ご答弁をお願いいたします委員長、はい、中野大臣政務官。お答えさせていただきます。え匿名加工医療情報の利活用を広げていくためには、広く国民の皆様方に制度を理解していただくことが重要である。 これまで患者向け広報動画、ポスターやロゴ,のロゴマークの制作を行うとともに、医療機関や自治体向けのシンポジウムの開催や、 医学会等での PR、さらに次世代医療基盤法コールセンターの設置を行うなど、国民の皆様方にご理解を、ご理解が深まるようなさまざまな普及啓発の取り組みを行ってきたところでございます。本制度の発展には、患者、国民、医療従事者など、多くの方々に理解が不可欠であり、はい、こ,れらこれらの皆様方に対して、 医療開発の推進や新たな創薬の実現を通じて、良質かつ適切な医療の提供を目指す本制度の意義や仕組みなどについて、ご理解をいただけるよう、引き続き効果的な広報活動を進めてまいりたいと考えております、はい、委員長福重君、えー。ありがとうございました。あの効果的にです、ね、そして丁寧にあの国民の皆様にです、ね、ご理解をいただけるように望、えー、んでいただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 あの次の質問に入らせていただきますえ法改正により、加盟加工医療情報が追加され、認定利用者や事業者が薬事申請のために、えー、医薬品医療機器、えー、総合機構 tmda へ提供が可能になりますが今回海外の薬事規制当局への提供も可能となると理解しておりますただし海外の薬事規制当局へデータの提供についてはセキュリティ上懸念を拭い去ることができません少なくとも日本と同じレベルのセキュリティ対策が必要と考えておりますが政府のご見解をお示しください西筒局長 お答え申し上げます創薬を含む医療分野の研究開発は、グローバルに進められておりますことから、外国におきます薬事承認審査におきましても、加盟加工医療情報が利用できるよう、改正法案では PMDA のみならず、省令で定める外国の薬事審査機関に対しまして、認定加盟加工医療情報、利用事業者が加盟加工医療情報を提供できるということとしております。 一方で、委、え、員、ー、ご指摘のとおり、外国の薬事審査機関に対しまして、加盟加工医療情報を提供するにあたりましては、データのもととなる患者の個人情報が守られることが必要でございますので、まあ、省令に規定する具体的な外国の薬事審査機関は、当該国において十分な個人情報の保護が図られるのかといった観点について、まあ、関係者のご意見を伺いながら検討を進めていくこととしております。委員長 内藤さんよろしくお願いしたいと思います。次の質問に入ります。新型コロナも来月8日以降感染症法上二類相当から五類に見直されます。ワクチン接種をめぐっては公明党が2020年7月の国会質問で。 海外ワクチンの確保の予算を政府に訴えたことが契機となり国民の皆様全員分のワクチン確保につなげることができました加えて無料接種を実現したことは我が党の大きな実績でもあります一方国産ワクチンの開発に関しては残念ながら遅れていると言わざるを得ません2021年3月経済誌のインタビューで塩野義製薬の手代木社長は 国産ワクチン開発に関して、プロジェクトをやるベンチャー製薬企業がなかったのは、産官学でそうした基盤を育ててこなかったからですと述べられ、内閣府の担当者も、日本の製薬会社にはワクチン開発の基盤がない、国も支援してこなかった、反省しないといけないとの報道がございました。これはワクチン開発に関する話ではあります。 広く国民の皆様にご協力をいただいているコロナワクチン接種ではありますが、今回、法改正の施設に NDB 等公的データベースとの連結がございます。そこでおお聞きいいたしますが現在も各自治体において 保有されている予防接種記録がございますが、コロナワクチンも予防接種記録に記録されておりますが、予防接種記録のデータベースとの連結について、政府のご見解をお示しください西筋局長。 ご指摘の予防接種データベースについてでございますが、昨年成立いたしました感染症法等の一部改正法に基づきまして、現在、厚生労働省におきまして、その整備に向けた作業が進められていると承知をしております。 で今回の改正,法案にも改正法に基づきます公的データベースとの連結提供でございますが、まあ、レセプト情報を集裁いたしました NDB だけではなく、ご指摘いただいた予防接種データベースをはじめ、介護圏総合データベース、DPC データベースといった他の公的データベースとも連結ができるよう、検討を進めてまいりたいと考えておりま藤重君。どうもありがとうございました。えー、とあの次の質問なんですが この匿名確保医療のです、ね、利活用実績、21件にとどまっているという要因についてです、ね、お伺いをしたいと思っておりましたが、石原委員さんとのです、ね、質問が重複をいたしますので、これは割愛をあのさせていただきたいと思います。次の質問に入らせていただきます病院診療所自治体等 協力医療情報取り扱い事業者は、2022年12月現在、108件であります。国立病院機構や国立大学病院、赤十字病院など、公共性の高い医療機関に偏っている傾向がございます。患者に同意を求めることが大原則でありますが、患者に対して医療データの提供を依頼するのは、協力医療情報取り扱い事業者であり、作成事業者に情報を提供するのも協力 医療情報取扱事業者でありますこの協力事業者へのインセンティブなど検討のお考えはありますでしょうかまた他に協力事業者として協力が得られない理由はどのようなことを想定されておられますでしょうかご答弁をお願いいたします西筋局長 お答え申し上げます現行の次世代医療基盤法に基づく基本方針におきまして、協力事業者である医療機関等から認定匿名確保医療情報作成事業者に対しましては、医療情報の提供に要する費用を超えた情報の対価となるような支払いは行わないことを基本とすると。 ということを求めてておりまして医療情報の対価が支払われるということは現状、想定をしておりません。一方で、認定事業者が医療情報の提供に要する費用を負担することは、これは可能でございますので、例えば認定作成事業者が協力いただける医療機関に対して、 質の高い医療情報を継続的安定的に提供していただくための電子カルテのバックアップサービス等を提供することによって医療情報を提供するメリットを感じていただく等の取り組みも行われていると承知をしておりますまた医療情報の提供に際して生じる負担を軽減することが重要であると考えておりまして現行法のガイドライン等において 医療機関等から患者に対する通知の方法について、書面交付のほか、郵便電子メールによる方法、窓口,の窓口でのタブレット端末を提示する方法なども可能であること、それから医療機関等が医療情報の提供のために必要な情報システムの回収コストを認定事業者側で負担することが可能であること等をお示しし、負担の軽減に努めているところでございます。 いただけるよう検討してまいりたいと考えております。じゃあ、藤枝君。どうもありがとうございました。やはりこの分野はですね、スタート台に今立ったところだと思うんですけれども、やはりこれを大きく育てることによってですね、日本の健康をですね、守っていくと。 という部分において、これ、大事なあの取り組みだと思いますので、ぜひあのお育てをいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。あの次の質問に入ります。えー、厳格な審査項目に基づき、国が認定する製薬企業など認定利用事業者になるには、相当煩雑な手続きが予想されております。当然ですが、不正利用した場合には罰則も適用されます。 現在も製薬企業や大学などの研究機関が、匿名加工された医療情報の提供を受けております。その製薬企業や大学等を中心に、関心を示し、認定利用事業者として申請されることが予想されます。大手の製薬企業などは、厳格な審査項目の対応や、煩雑な認定作業手続きも、自因的に対処が可能ですが、 ベンチャー企業やスタートアップ企業には、煩雑な認定手続きが負担でデータ分析の足かせになると指摘する声もありますが、政府としてご見解をお伺いいたします。本庄,さとしあ本庄局長。 お答え申し上げます改正法案で規定いたします、加盟加工医療情報の利用事業者につきましては、従業員に対する教育、あるいは不正アクセス防止策の実施等の、 個人情報保護法でも求められております安全管理措置を適切に講じる体制があること等について、まあ、確認の上認定を行うことを考えております。まあ、具体的な認定基準につきましては、施工までの間に情報セキュリティや法律に関する専門家、実務家等のご意見を聞きながら、検討を進めていくことを予定しております。委員ご指摘のベンチャー企業等につきましても、まあ、個人情報の保護を図りつつ、医療情報の利活用を促進するという、まあ、次世代医療基盤法の趣旨を踏まえ、 適切な安全管理措置を講じながら、加盟加工医療情報の利用を実現することが重要であると考えておりまして、認定基準の策定に当たりましては、ベンチャー企業等の運営の実態等も伺いながら、具体的な検討を行ってまいりたいと考えております、はい、員福重君。 あのー、本当にです、ねあのー、情報の秘匿性をこれ、しっかりと担保していただかなくちゃいけないんですけれども、やはりベンチャー、スタート企業、そういったところがです、ね、こういったところで,です、ね、伸びていくということがです、ね、新たなこの日本のです、ね、柱にもなっていくことにつながっていくというふうに思います。そういった意味で、しっかりとです、ね、政府としてあのフォローをしていってあげていただければと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。えー、時間が参がりましたので、1問残っておりますけれども、これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました